おはようございます。速解塾の久保でございます。昨日岐阜県で天品と言われるね、賭け麻雀をした業者さんがお客さんとともに逮捕されたようですね。これ書類送検されてこれからどうなるのかなって注目なんですけども、なんでこれが注目かというと、つい先日ですね、東京高検の黒川検事総長になろうとした、検事長のねトップになろうとした人が常習的賭け麻雀を、国会でですね公然と、認めてですね、それが、逮捕に当たらないというふうな、ね、結論付けられたわけなんですよ。それで、退職金をもらいながら悠々と退職と、今頃ね大手を振って賭け麻雀に講じていることと思いますけども、さあこの両者の違い何なんでしょうかね。ある人は逮捕されずに公然と許され、ある人は逮捕され公然と、いわゆるね罰を受ける、賭博会長取りとかね、補助とかね、それからそこに参加していたということで6名の方が逮捕されたということです。さあこの2つの違い何でしょうか。それは一重にですね、上級国民なのか一般人なのかということでございます。上級国民っていうのはね、我々の払った税金で暮らしてくださる非常にね豊かな人々のことを指します。その上に不逮捕特権っていうのがあって、大抵の事件はね逮捕されないわけなんですよ。ある交通事故でも元高級官僚の方がね、起こした交通事故で死者が出ているのにもかかわらず、しかもその交通事故の動機がなんかランチに間に合いそうになかったから急いだみたいなことでね、それでも逮捕されないということがあります。とかく我々の住んでる国にはこういうふうなね不平等っていうのがまだ残っていて、それを私たちは悔しいながらもかみしめながら生きていかなくてはならないわけなんですよね。そしてね、昨日のことなんですけども、河合克行、河合案里両議員、こちらの方はですね、夫婦で逮捕されたということでございます。これはですね、選挙に関わる汚職ですよね。とにかく自分が当選するためにお金を配りまくって当選したと。で当選すると当然議員報酬っていうのがものすごい額出るわけですよね。それをずっともらい続けて、途中からねその疑惑に追及され追及され追及され、国会を休んでも給料もボーナスもバン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 もらいながら、ここに至るわけなんですけども、さあ私たちはね一体誰のために仕事をし誰のために働いてるんでしょうね。こういうふうな上級国民を楽に食べさせるため、こういう人たちの不正を守るために私たちは悔しい思いをしながら、厳しい思いをしながら1円10円100円1000円と稼ぎながら暮らしているんでしょうか。そして容赦なく襲ってくる納税、こういうのね待ったなしですよね。で税金払うために借金をして、そして潰れていく人もいる。そんな中でですね、税金を払うことに全く苦しくなくて、むしろ税金をもらいながら暮らしていく、そういう人がいるというのも事実でございます。でここを突破する方法としてはね、本当にシンプルなのは稼ぎまくることなのかなと思っちゃうんですよね。もうそれ以外に突破口っていうのはなかなかなくって、それこそですねコネを生かしていくとかね、誰かに取り入っていくとか賄賂に乗るみたいなね、そんな闇の方法になってきますけども、まっとうにビジネスで稼ぐってことをやっていくと、例えばね ZOZO タウンの前澤社長みたいに自分の資産が5000億とか持っちゃうと、一般人でありながら、影響力を持ったりとかね、自分の自由な人生を暮らしていけるようになると。自力で上級国民になる方法がこれなのかなと思うとちょっとね厳しい思いがするわけなんですけども、その他にもね、じくじたる思いがある、いろいろと割り切れないものがありますけども、とりあえず私たちはね起業家を目指してビジネスを取り組むわけですから、ビジネスの上級国民になっていくことによって、こういった不平等感を少しでもね世の中から排除していきたいなと思うところでございます。本日はね私の愚痴みたいな放送になりますけども以上でございます。悔しいですね。麻雀で捕まる人何なんでしょうね。で違法な国会議員になって逮捕されたけども給料はずっと自分のものになっている、このね理不尽さやってられないですね。それではいってらっしゃい。